結構明るいじゃん。厳密に言うとすごい隙間とか空いちゃってるんですけど。おお、いけている。はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日こちら100均だけで車中泊。これまでセイキン TV で何本か車中泊の動画やってまいりましたが、今回は100円ショップに売ってるものだけでどれだけ快適に車中泊ができるのかという検証をやってみたいと思います。これは使えるんじゃないかというものをできる限り買ってきました。どんなものを買ったのかっていうのをまずバーッとお見せして、それから実際に今日車中泊に行きたいと思います。ちなみに今回行った100円ショップはダイソーです。100円ショップといっても100円商品じゃないのも売ってますよね、ちょくちょく。この商品は300円です、この商品は500円です、ちょっと高いの売ってるじゃないですか。今回はそれはルールとしてはありとします。っていうのはそうじゃないとマットとかそういうのがないんですよ、そもそも。100円ではマットってなかなか売ってないので、100円ショップのダイソーで売ってるマットとかそういうのは、500円とかしてもありということにしましょう。でかなり量があるので大まかにジャンルごとに分けてちょっとお見せしたいと思います。よいこらセット。いや結構あるもんなんですよこれが。はい、まずはこちら布団類です。家で寝るようなしっかりとした布団なんてのは当然売ってないわけですよ、もちろん100円ショップなんで。なんとかこれでいきます。はい、まず枕。いきなりちょっと300円商品なんですけど、枕さすがに100円では売ってないんですよ。でも300円で枕売ってんですよ。ほらいっぱいここに重なってるんですけど、これまあ座布団なんですけど、要は寝る時のマットがないのでこれで代用したいと思います。これもまあ1枚300円なんですけど、まあこれもありとします。これをだから敷き詰めてなんとかやるしかないんですよ。でこれだけだとちょっと薄いかなと思ったんでこれです。さらに高いな、おい。400円商品なんですけど、布団とかマット類が一番高いんですよ、しょうがない。一番下に敷くマットにしようかなと思ってこれですね。よくあるじゃないですか、こういう風におしゃれにできるマット。これを、2セットほど買ってきました。であとはまあ毛布ですね。毛布っていうかまあこれも大きい毛布はなくて結局膝掛けみたいなもんですよね、小さめのやつなんで。これが2つ。であとここにあるのは、まあアルミシート、こういうちょっと寒い時に使えそうなものですね。防寒対策で、これもまあ防寒対策ですね、アルミシート。はい、マット類がこんなもんですね。続きましてこちら、キッチン用品というか食事するための道具です。これ全部ダイソーですからね。ざざっとお見せすると、鍋とかね、コップとかアルミのお皿とか、これ便利ですよね。あとこれフライパン的なやつだね、200円ですよね。それからまあお皿とかね、これはまあ500円するんですけど、水筒、まあその他こういうお弁当箱、まあ使い捨てのやつとか、あとちょっとこういうナイフとかピーラーとか、それからスプーンですね。であと固形燃料、これが一番苦労したんですよね。今回ちょっと肉を焼きたいなと思ってて、なんとかこの固形燃料を見つけたので、これを使って火を起こして、でまあフライパンで肉を焼けたらなと思ってるんですよね。ターボ式の着火ライター。この固形燃料、これ写真見ると、これ料理屋さんだとまあこういう風に出てきますけど、こんなんないんですよ。探したけどこれなくて、どうやってやろうかということで無理やりなんかあるもんで考えたんですけど、これこれ本当はそういう使い方のものじゃないんですけど、アルミ味噌こしなんだけど、味噌こしのもうこれをまあ火皿として使おうかなと思ったわけですよ。ここに固形燃料置いて、でその上にこのフライパン置いちゃうみたいな。すいません、忘れてましたが、トングもあります。はい、ラストこちらです。あったらより快適かなというグッズですね。まああったらいいなっていうか、まあこれ電池はないとダメなんですけど、電池これ何に使うかっていうと、はい、そうです、ライトですね。明かりがとにかく必要なんで、ライトも全部買ってきました。こういうランタン的なね、これね、やっぱりスッキリするために、歯ブラシ、歯ブラシとか歯ブラシケースで、歯磨き粉ですね。で、あとはまあ何かとあると便利、運転で、これですね、アルコール除菌ウェットティッシュ。これに関してはまあなくてもいいんですけど、 LED 付きミラーなんかちょっといいなと思って、髪型とかねちょっと整えたりなんかいいんじゃないかなと思って、これはつい欲しくて買っちゃった。で、あとはあのちっちゃい椅子、ちっちゃい椅子と、ティッシュですね、ティッシュ。あとメッシュのこういうケース、これは大きめのあのバッグです。物が一気にまとめられるんで、これ非常に便利かなと思います。これ全部買って1万1000円ぐらいでした。この間キャンプ用品の店で買ったら一通り揃えたら25万ぐらいいったんですけど、
100均で揃えると10,000円。いや、もちろん物は違いますし、もっと大きい寝袋とか買ってるんで、当然キャンプ用品の方が高いのは当たり前なんですけど、まあでも頑張ればね、いけないことなさそうに見えますよね。まあ大体のものはいけるかなと思うんですけど、ただ懸念点があるとすれば、防寒対策、ちょっと膝掛けだけでは厳しいんじゃないかということで、服とかはこの間キャンプ用品のお店で買った服しっかり、持ってきていきたいなと思います。まあそれ以外はもう本当に全て今お見せしたこのグッズでちょっと頑張ってみたいと思います。それでは行きましょう。到着ということで、早速準備やっていきましょうか。寒いからまず入ろう。よし、まずライトか。ライト、おおおお、結構明るいじゃん。結構すごいねこれ。あこれはまあ ほどほどに。これはすごいですね。っていうのもですね、アルファード結構暗いんですよ。これ結構難点なんですけど、まあなんかオプションとかつければもっとできるのかもしれないけど、まあいい、明るさはまあでもまあぼちぼち OK。 マット類準備しましょうか。それじゃあこれまあ確実に家用のマットなんだけど、これを敷いていきましょう。ただこれ椅子のこのレールがあって、これがね結構クセモンなんだよね。ただまあしょうがないよね、文句を言わずやりましょう。いけてるね、いいねいいね。あ、ちょっといいじゃん。さらにこれがありますから、座布団、座布団敷いちゃいましょう。これ座布団、まあ、これもそんな分厚くはないんだけどね、まあ、そんな分厚くはないんですけど、これ座布団あるとないとではこれ全然違いますよ。これ別に全面に敷かなくてもいいもんね。自分の座る方に分厚くしちゃった方がいいんじゃない。2枚ずつ重ねたら結構ソフトになるんじゃないのこれ。お、ちょっと待って待って、いけてんじゃねえのこれ。お、あ、いいいいいい、なかなかいいですね。これほら枕ありますから、枕オッケー。でおー、でこれですよ。これほら、この可愛い星柄の膝掛け、これをこうして2枚あるんで、はい、これをこうして、おー、これでなんとか夜をこうするしかない。こういう感じで、あーでもいけそうだね。布団はまあ正直これしかないんですけど、服はまだそっちにあるんで、あるだけの服を着て寝れば多分大丈夫そう。はい、ということでマット、布団、完成。厳密に言うとすごい隙間とか空いちゃってるんですけど、100均なんではこんなもんでしょう。うん、あるとないじゃ全然違うんで。さて、ご飯にしましょうか。で、今回のご飯は肉を焼いて食べる、これが目標です。それだけではちょっとさすがにお腹が空くので、お弁当ポンちゃんに作ってもらってあります。そのお弁当と一緒に肉を焼いて食べたいということで、肉を焼く準備をしましょう。これが多分ね、一番の難関なんだよね。お皿はまあこれとかでいっか。お皿とまあ鍋っていうよりはフライパンの方、これの方がいいのかな。ただこれ分厚いんだよね。これでやってみましょうか。問題は火力なんだよね。固形燃料なんで、まあさほどの火力は多分出ないと思うんですよね。焼肉準備OK。 はい、こんな感じで準備してみました。ここどうなってるかっていうとですね、こうなってます頑張ってるでしょ。これ味噌を溶くときに使うやつなんですけど、まあこれの中に固形燃料を置いて、これでまあ火をつけてみましょう。よし、OKOK。 で一応これがあることによって外で風を受けても消えないんじゃないかと思ってこれにしたんですよ。でこの上に、フライパンを乗せていきます。お、いいじゃないの、じゃないの、ジュージュー言ってるじゃん。何枚かいきましょうか。おお、いけている、いけている、いけている。うわ、やべ、くっついてる。おお、なんとかなんとか、よし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 、いいよいいよいいよ。さすが100均だからあれか、ちょっと加工があんまり良くないようだな。コーティングとかがあんまりされてないようですね、これは。ああ、ちょっとくっつくのはありますが、なんとか焼けている。 OK。 うわ、バリバリ OK。食べようか、頂上園。よし、いい感じ。よし、よし、オッケー。いただきます。
うめえ。最高だね。やばい、一瞬で3枚全部食べちゃった。うまっ。じゃあこの調子でちょっと焼いて弁当と一緒に食べましょう。すごいね、できるもんだね。あの、予想より火力全然あります。もっと時間かかると思ったんだけどね。大成功。全然すぐ焼ける。固形燃料すごいな。しかも一つの固形燃料で結構時間持ちますね。全然いっぱい焼けるんだけど。はい、バッチリです。いやー、これお肉予想以上にうまく焼けましたよ。完璧。ほい、うーわ、めちゃめちゃうまそうじゃん。ちょっと待って、やるねーポンちゃん。もう一個は何？あー、フルーツ、フルーティー。遠足かよってぐらい豪華ですね。ありがとう。それでお肉が温かいうちにいただきます。うん、うまいわ。いやー、うまく焼けたな。おにぎりもいただきましょう。うん、乾杯。コーラも買ってきたんですよ。染み渡るね、はあ、最高だぜ。お弁当もいただきましょう。うん、あ、なんかカレー炒めみたいなやつうまいね。いやー、ごちそうさまでした。最高でしたね。よし、それじゃああと片付けして風呂入って寝ます。はい、ということでお風呂も入って歯も磨いて寝ますか。ただ今回はね、ちょっと硬いんでね、どうなるかっていうところですけど、あと寝袋とかがないんでこれで頑張るっていう。まあただね、これ着て、これ着るとかなりあったかいんでいけるでしょう。よし、ちょっと布団が薄いんだけどね。よしと、それじゃあおやすみなさーい。おはようございます。いやー、なんかもうだいぶ体バキバキですけど、なんとか寝れました。朝ごはんでも作りますか。これがめちゃめちゃ役立ってんですよ。はい、油ですね。いただきます。安定のコーンスープ。朝はコーンスープですよね。シャオセン、シャオセン、よく焼けました。うん、うん、うまい。いや、僕が最初予測してたよりもはるかにいいキャンプになりました、これ。皆さんもし車中泊とかキャンプとか、安く済ませたいっていう場合はですね、100円ショップおすすめです。大体揃います。ただ布団だけはケチらず買った方がいいかもしれませんね。今日はここまで、またお会いしましょう。 See you next time。 それでも進めは我が道を